どうも、ベタです。パワープロやっていきたいと思います。はい、本日は、エカナインやっていきます。まあね、秋の大会、塚田くんたちが抜けて、新勝、まあまさに新勝ですね。まあ点は取られても、みんなでカバーするっていう形で勝てました。さあ、とりあえず今日は地区大会。ここをできれば2連勝して、春の甲子園決めていきたいですね。せめて1勝はしたいとは思っております。はい。ではそこまで飛ばしていきたいと思います。いきましょう！やってまいりました。甲子園のね、切符のかかった秋の地区大会ですが、前評判 A 五条来た。いやー、これは勝ちたいなー。いきなりは負けたくない。さあ戦っていきましょう。甲子園連続出場がここで途切れるかもしれません。さあ勝ちたいです。さあこれは勝ちたい。本当に今までこういう秋の大会とか予選で A がなかなか少なかったんですよね。さすが大阪、近畿、強豪近畿って感じですね。やっぱ北海道はそんなに強くなかったのかな。まあ頑張っていきましょう。そして新保、荻野、藤野、まあ藤野いきましょう。天才なんで藤野使っておきます。さあしっかりと打っていきたいね。では若月くん、今回は頑張ってくれ。若月くんがダメならさすがに勝てないからね。お願いします。行きましょう。お待たせいたしました。球児たちの熱いドラマが今なら五条来た。回戦の模様をお届けしてまいります。一塁側五条、三塁側先行チーム。拍手に送られて守りに散っていきます。よろしくお願いします。ああやっぱり A か。これで D とかだったら嬉しかったんだけどな。はい。まあ戦っていきましょう。まずは先取点取っていきたいね。若月くん粘ってくれよ。さあとりあえず強振でいこっか。残念。さあ点取ろう。点で点取られ、うわーマジか。いきなり3点と。若月くんこれスロースターター取っちゃいそうだな。本当に厳しい。で藤野くん、いや、もうこれ走ろう。はい、ナイランよ。では。藤野くん、頼むよ。打とうね。お、ナイス。前進してたとこ、抜けましたね。てか、頭越えましたね。さあ、ここでさ、あと2点。ナイス。あ、1点取られた。やばいなぁ。もう若月くんがやっぱりダメなのかな。塚田くんに慣れすぎたのか。ちょっと厳しい感はありますね。盗塁しよう。危ね。いや、ヒットエンドランします。おい、ヒットエンドラン。はい、粘っていいよ。ナイスだ。藤野くんさっきからちょっと相手の守備の裏をついてる感じがする。さあ、新保くんな、打ってほしいな、ここな、ここ、がっつりと打ちたい。どうしよう、流し打ちでいい？打とう。いい。打とう。打て。頼むよ。あー、ショート真正面。残念です。運がなかった。さあ、若月くん、もうちょっと頑張る。お！ 1 点取った。ナイスだ。さあ、勝ち越しチャンス。さあ、望月くん。
揺さぶりはやめとこう。出てくんないかな。残念。ツーアウト、ワンアウトなら、セーフティーバント狙ったんですけどね。はい、5回裏、守備。守備か。さあ、若月。5.87。ちょっとさすがにきついね。はい、改革。さあさあさあ。点取っていこう。点取っていこうじゃない。抑えていこう。抑えていこう。さあ、低め。抑えてくれ。若月。スライダーは2になってます。2になったよね、確か。2になってる。てか、カットボールですね。カットボールは2になってるんで。さあ。お?珍しい形のダブルプレイですね。ありがとうございます。ナイスです。さあさあさあ。頑張っていきましょう。で、ここは、一発狙う?さあ、藤野くん、打ってください。やっぱりまだパワーが足らないね。はい。点取られるな、とりあえず。とりあえず取られるな。頑張って。もう一回さっきのゲッツー取ってくれてもいいよ。緩急。うわー、マジか。ちょうど警戒したから、ちょっと下がりすぎたな。残念です。さあ、抑えていこう。あとを抑えていこう。さあ、小杉君。頼むよ。お任せでいい。打ってくれ。任せるよ、もう。あらら。残念です。さあ、矢部君の回、矢部君見たいんだけどね、矢部君。さあ、とりあえずここを抑えていこう。ほんと、若月がまだダメなんだな。長打は打たれたくない。さあ、抑えていこう。あー、長打じゃないけどさ。やらかしたな。定位置ならいけたかもしんないな。さあ、若月頑張って。まあまあまあ、盗塁はただなんですよね、このチーム。それはしょうがない。それはしょうがない。打たせ取るじゃない。コースも任せ。はい、レフト。これはいけるでしょう。これはいけるでしょう。ナイス。はい。では、とりあえずここを抑えよう。抑えていこう。さあさあさあ。臭いところ行こう。はい、セカンド。ナイスセカンド。では、2点差。取り返していきましょう。頑張ってください。山根くん。1番からですね。1番から。とりあえず打っていこう。頼むよ、山根。矢部くんに回せ。矢部に回したら何かある。うわー、抜けたと思ったのにな。おお、ナイスラン。よかった。足上げといてよかったですね。で、盗塁行こう。さすがにセーフだ。ナイスだ。いいよ。では、では、では、どうすっか、ここ。ここどうしよっか。迷うな。いやー、どうする？セーフティーあり。セーフティーは、でも生きないとこれダメなんだよな。どうします？お任せいっか。さあ、ヒット打て。フォアボールでもいいよ。フォアボールでもいい。走らないって。あー、セカンドゴロか。残念。生きてくれないと困る。で、シンボ君。打とう。お、ナイバッティン。シンボ、ナイス。で、二塁いける。ナイス。で、矢部君。ここで矢部君。打ってくんないかな、矢部くん。マジで。矢部くん。ついに3割切っちゃった。広角に打ってくんない？さあ、打て。一発頼むわ。
お、ああマジか。ファインプレーに抑えられちゃったよ、香取君。おー、今日香取君元気だね。任せるよ、もう。はい、ナイバッティン、香取君ナイスです。ラッキーラッキー。で、さあさあ、小杉君どうすか、どうすか、引っ張ろうか、引っ張っ、おー、この子打率いいですね。5割8分3厘。お、え、小杉打つね。1年生でしょ、確か。やるね。やるね、やるね。で、荻野くん、頼む。いや、もうここヒットエンドランかけます。番号多いんで。いけ。おー、怖い怖い怖い。これはもう引っ張るにしよう。おお、ナイスバッティング、ナイスバッティング、ナイスバッティング、来た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 。9回で起こりましたね、奇跡が。奇跡が起こりました。奇跡と言ったらかわいそうだけど、ラッキーですね。では、流し打ち。さあさあさあ。頼む、望月。おお、望月、やるね。いいね。ランナーもう一人、無理か。もう一人は無理か。いや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 、意外と、意外と言ってくれてる。で、若月くんなんですけど、代打出します。代打。さすがに代打出します。で、誰行こう、うちの、うちの、うちの、石塚、大津。大津が打ち気か。大津、でも1年、いや、2年生だ。いける。打ち気来い、打ち気。畳みかけたい。ラッキーボーイ。まあ残念ですね。まあでも、なんとか打っていきたい。アベレージヒッター、打ってくれ。頼むよ。さあ、打て。ああ、走れ走れ、ナイスラン、いいですね。ナイスだ、ナイスだ。これはいいぞ。いいぞ、いいぞ。走ろう。はい、ナイラン、いいよ。いいよ、いいよ。9回の2アウトから行きましたね。さあ、お任せするよ、もう。山根。あと2点返してほしい。もっと楽にして投げたい。お、ラッキー、帰ってこい、帰れないか。いやいやいや、意外と、意外と前線してません？なんか俺今回絶対無理だと思った途中で、途中で本当に諦めかけてた。ラッキーです。盗塁。はい、ナイラン、いいですね、山根くん。で、藤野くん、打ちましょう。頼むよ。あらら、残念。天才二人で3アウト取られたかも、今。厳しい。では、とりあえず、系統で行く？まあ、大野くんから行こうか。じゃあ、とりあえず行きましょう。先行チーム、ピッチャーを交代します。はい、大野くん頑張って。代打は徳永。抑えていこう。伸び。さあさあさあ。はい、ナイビッチ、いいですね。ありがとうございます。そして、系統するか。もったいないからね。しときます。木塚くん。で、木塚くんは、とりあえず、くせ者を使おうか。で、緩急。頼むよ。サード。ファールファール。三振取りたい。ナイビッチ、いいですね。では、最後。うん、今泉くん、1年生出してあげよう。打たれたらすぐ変えます。二見くんなら抑えてくれると思うんでね。さあ、頑張ってください。低め中心。はい、サード。ナイスサード、いいですね。いやー、よかった。よかった、よかった。なんとか、A 相手に勝てましたね。よかった。これで、春の甲子園大会、まだワンチャンありますね。まだワンチャンある。まだチャンスはある。さあ。さあ。そして、木塚くん、進化上がりましたね。
いいでしょう。うわー、やっぱりスロースターターついちゃったよー。ですよねー。3試合連続打たれてるからな。ですよねー。やらかした。まあそうですよね。まあこれはしょうがない結果なのか。うん。矢部くんの守備が90になりそうですね。まあまあまあ。これはしょうがない。では、もう一試合やっていきましょう。で、とりあえずバント練習して体力回復しておきます。お、山根くんが、なんだ？何岩の稲妻。足が速いのかな？で、2回戦。さあ、A。また A。いやー、厳しいなー。また、勝ちたいな。勝ちに行きましょう。頑張っていきます。とりあえず、頑張っていきます。行きましょう。いや、勝ちたい。これは勝ちたい。さっきいい試合したからね。連勝続けていきましょう。はい。小杉、小木の、シンボ。どうしよっか。シンボいきます。で、若月くん普通。まあ、スロースターター痛いけど。行きましょう。日高中央。やっぱり金魚強いのいっぱいいるなぁ。連続 A か、厳しい。よろしくお願いします。あ、 B だ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 。経験と意外性ならワンチャンあるぞ。さあ勝っていきましょう。で、ランナーは誰だ。ランナーは山根くん。そして相手は、うん、あ、いけそうだ。盗塁します。はい、ナイランよー。では、しんぼくん、しっかりと返していきましょう。流し打ち。打てよ。危ねえ。打ってくれ。あー、超えないか。お、ラッキー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 。いいですね。まあ、ヒットではないけど、ありがとう。あーと、点取れなかった。しかも点取られてる。まあ、スロースターターで1点に抑えてんのなら、まだ、まだ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 いいのか。で、ランナーは藤野くん。藤野くんか。盗塁するか。盗塁、ヒットエンドラン。盗塁します。危ね。さあ、盗塁決めてくれ。ナイラン、いいですね。早い。では、しんぼくん頼むよ。引っ張れ。引っ張ってくれ。あー、三振。厳しい。さあ、もちづきくん。前の試合ではね、うん、打ってくれた。さあ、打たないかな。さあ、打て。1点取ろう、とりあえず。当てれない？マジか。厳しいな。それは厳しい。若月、打率は5割超え。いいですね。取られたものは自分で取り返す。いいでしょう、若月。ナイスです。で、山根くん、頑張っていきましょう。もう、これはもうお任せでいいよ。任せるよ、山根。近畿の稲妻、山根。近畿じゃない、何はか。いいですね。いいよ。いいね、いいね、いいね。いい感じだよ。で、藤野くん。急成長。お任せします。お？お？お？お！素晴らしい。お任せ結構いいな。はい。一気に4点ですね。ありがとうございます。で、しんぼくん、打っていきましょう。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。打て。打ってくれ。
落ちる落ちる、あー残念、さすがに落ちなかったか。はい、頑張っていきましょう。ここで試合決めたいな、試合決めていきたい。さあ頼んだよ、引っ張れ、1、2の3で引っ張ってくれ。さあ荻野打ってほしいな。さあ打て打て、さあ、いやー厳しいな、打ってくんない。セーフだ、あー惜しい、惜しいな。ノーアウト1、3塁で点取れないか、厳しいな。さあ抑えていこう、ここは抑えてほしい。それダメだよ若月くん、今のはダメだ。低め、とりあえずストライク入れていこう。え、待って待って待って、いけ、はいセカンド1個、はいナイスセカンド、いいよ。さあ前評判 A レンちゃんを倒せるでしょうか。まあ今回は評判は本当は B なんだ。さあ来い、うーん残念、ここはうまい守備に阻まれました。矢部くんが出てくれましたね。盗塁しましょう。はいナイラン、アウトかーい。カトリくんがツーベース打ってくれた。さあアウト、もう強振でいいよ小杉くんは。出た、残念でした。さあ若月くん頑張って、それじゃあ若月くん頑張って、いいですね。さあ若月、いいですね。ではではでは、さあ打たないかな、いいですね。いや若月本当に打撃センスあると思うよ、すごいヒットを重ねてる感じがある。さあ山根打ってくれ、進塁出してほしかったな。はい、では藤野くん打っていきましょう。あらら残念です。でもうん、しっかりと抑えてくれてるのはありがたいね。新保くん上げちゃダメ、上げちゃダメだ。はい、では最後最終回を抑えていきましょう。いやもうピッチャー継投します、これは、これは継投します。はい継投でいきます。で今泉くん、いや大野くんからいこう。本当は大野くんを最後に持っていきたいんですけどね。さあ抑えていきましょう。はいセカンド、あそこキャッチか、ボールを掴みました。さあ新田くん、いやこれはもう木塚くんに変えます。でとりあえずクセモノを使おう。で低め、さあ抑えていこう、怖い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 。さあ抑えて、はいショートガッチリ、ナイスショート、いいですね。さあまあ木塚くんスイッチ、今泉くんいきます。さあとりあえずクセモノの外角、はいライト取れるよ、
はい、ナイライトですね。助かります。はい、これで春の甲子園大会確定ですね。いいでしょう。4対1、ナイスです。まあ、なんとか勝てました。はい、で、いい特能とか覚えてくれると助かるんだけど、近畿地区大会2回戦突破です。はい、確実。お、積極打法、いいですね。それはなかなかいいかも。で、矢部くん、守備力があと1ですね。まあまあまあ、今月中に上がってくれると助かるかなって感じですね。はい。で、うん。まあ悪くはないかな。はい。はい、若月くん、超ノリノリ。はい、頑張ったからね、意外と若月くん。そして、うん。しっかりと、2回戦突破することができました。前評判連続 A でした。なんとか勝てましたね。よかったです。まあ、これ、終わったら、ドラフトがありまして、まあ、鍛錬の冬がありまして。で、春に向かって頑張っていきたいと思います。はい、では本日はここまでとさせていただきます。また次からは、うん、春の大会までバババッと終わらせて、春の大会やっていこうかなと思っております。では次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。